ってことは俺たちもクリアしたよ。はい、忘れてるでしょ。忘れてますね。俺たちは必殺モーター。いいっすか、うん、プラズマダッシュモーターもう手に入れてるんで、はい、もうこれで次変えて発射したらもう俺たちの勝ちだ。勝ちですね。見えた見えた。よくここまで持ってきたよ。よし、今変える。えぐい。プラズマダッシュモーター。いや、これはもう早いでしょ。これつけたら、はい、0.5 秒なんてもう突き抜けてくれると思いますので、うん、行ってみましょう。もうサクッといっちゃいますね。よし、いきます。ちょっとやばい。え、これでいくらエグなの？エグ。タイムは6秒63。はいや。エグい。これはエグ。6秒63。正真正銘。エグい。やばかったよ。シャッ。やったかい。やっぱ全然違うね。違いますね。最初にはこっちにしときゃよかったんだよ。本当ですよ。一切れやってもらっていいですか？はい。まあ、確かに時間はクリアしたんですけど、これ最初に言うときにこのマシン速くしてジャパンカップも狙いますみたいな話してたじゃないですか。覚えてます。もう言った？言ったんです。どこかのジャパンカップに走るかもしれない。あ、言ったよ言ったよ。このモーターは出れません。規定外です。あ、規定外。うん、規定外。そんなんでクリアしていいんすか？いや、いいよ。いやいやいや、いいの。プライド的にそんなんで見てる人たちも多分納得しないんじゃないかなって俺はちょっと思うんですよ。だってそう、残り 0.05 秒を縮めなければこの先がないと思う。まあそうだよね。まあそうなんです。まあ確かに俺たちは夢のジャパンカップのあの場所に行こうとしてる。はい、出れなかったらね、しょうがないよね。規定のね、これを見てくださってる皆さんのね、期待もやっぱ背負ったと思うよ。頑張るか。そうですね。0.5 秒。0.05 だよ。0.05 でいいんだよ。0.05。もしかしたらネジ食いって締めるだけで0.2かかるかもしれないから。わかったよ。やりました。よし、モーター取れ。モーター取ります。飾っとこう。もう。モーター。頑張りましょう。でもちょっと試行錯誤したから腹減ったよ。確かに腹減った。ご飯食べますか。ネジ食おうよ。普通にご飯食べても面白くないんで。そうでーわ。いいわよ。一人一回ずつサイコロ振ります。そのサイコロかける100円分でご飯買ってきます。ここってことは最高が100円。100円だったらは、え、ちょっと最低限波っていくら？380円。ああ、そうだ。イブイチで普通に食べれます。そうだ。俺あれっすよ、牛丼大盛り2個ぐらいいける話してる。こんな足りんすよ。1が出ておにぎり1個でやるから俺も多分ガシしますよ。確かに食べ盛りだからね。僕からいきます。押すだけでいきます。ピッ、うわぁ、 6? いく？いく？あ、もう絶対6しかねえ。いきます。タップ。ちょっと待って、何？ちょっと待って。ワイルドだー。あれ振りじゃないから。もう勘弁してくれよ。おにぎり1個でこの夜過ごせんて。はい、4。あ、よっしゃ。じゃあちょっといきますね。はい、買ってきていただいて。買ってきました。じゃあ俺のもらっていいですか？200円だった俺の。はい、牛丼並み買えた？380円だったんで。ああ、ちょっと20円がちょっとあれだったんで。はい、ちょっとで、勝負つけて、で、あの次僕が牛丼の並380円、ちょっと並みにします。はい、こちら並と、あとそこに生卵つけさせていただいて、これ70円だったんで。70円。はい、450円とかなんですよ。はいはい、だからまあ150円残ったからちょっとこれ飲み物ちょっと買ってました。静谷さん、はい、やっぱり100円ってないんだ。ない、ジャストない、ないんで、静谷さんには卵ドッグ、はい、あと、はい、いやいやいや、いらんすよ。いただきます。高いよ、ごらん、今いただきます。いや、卵たっぷりと美味しいですよ。うん、あー、ふくんで、あとゆっくり食べて、最後の方頑張りましょうか。
まあ、いや眠くなってきたよ、ご飯作ったら。いや俺パンしか食ってないんだ。逆にお腹空き始めました。おかげで。まあもうこれラストランだよ。まあそうだ、時刻は12時8分ですね。早くクリアしたい。前のボーラスちっちゃくしない？この19ミリ。多分それで数量変わってくると思う。小さい方が多分早い。あーなるほど。ミラーアルミローラーいいじゃん。これ持ってるんで、うん、これを。生配信の時のコメントでタイヤのホコリとか取ったりとかさっき全部やろう。よし行きましょう。ラストランにする。先ほどのタイムが7.05。7.05、してもらっていいですか。このラップ1です。7.0。 うわー。でも早くなったじゃん。でも何したんだっけ。2段アルミにして、はい、2段アルミにして、あとタイヤのゴミ取った。あー、すげー。何をすればいいんだよ。もう削るな。ハイスピードカウンターギア。おそらく急カーブ多いじゃん、これ。確かに。どっちかというとパワー重視で攻めてみようかな。言っても、もう 0.02 秒。そう、もう、これ。もうラストにしよう。ラストにしましょう。イエス。なんかいい。いいよ、なんか。回ってるだけで。あ、確かに。確かに。じゃあ、ゴー、ギア。下がるか。いやもうこのまま違う。ほら、あっちも俺たち忘れてやってるじゃん。そうだった。あれだ、お願いします。大きくなるなんじゃない。やっぱ ちょっと待って。いや、行ったくさい。俺も行ったと思う。行ったくさい。正直行ったと思う。せーの、7.33。さっきより 0.01 早く行きが戻そう。戻してこの出ていきましょう。戻してこの出ていきましょう。それで行こう。俺も行き返った。よし、ラストワン。あ、でもやっぱこっちの方が音が、音がいい。いきます。いきます。おい、おーい、スタート。だけど7秒切ったら6秒99。検証しよう。
時代が見た。もう一回やったら出ないかもしれない。出ない。6秒台にしようと約12時間ぐらいかな。そうですね、本当にね、ようやく 6.99 というすごい数字でクリアを出しました。いや、はい、もう帰れます。まあもっと早く何言っちゃったことがあると思う。あ、全然あります、うん、ね。また皆さんからコメントとかで、はい、さらに大事なことを学びつつ、はい、僕たちの目標、ジャパンカップ、はい、浮上して、とりあえず走らせるというところまでいければいいのかなと思っておりますので、はい、こいつでミューズチャンネル代表のマシーンに出会ったら可愛がっていただけると嬉しいと思います。最初の方は意外と余裕なんじゃないかと思ってたんですけど、数秒の壁が分厚いっていうのを改めてで、そしてまたミニ四駆の楽しさっていうのを改めて実感したこの12時間の帰れませんでした。本当にありがとうございました。はい、いや、もしかしたらミニ四駆でここまで騒ぐの俺たちぐらいですね。確かに、お疲れ様でした。はい、というわけで、だらだらと話していく動画にちょっとそうですけども、というわけでいただき、本当にありがとうございます。ミズチャンネル、ミニ四駆、これからも楽しい動画をお届けできたいなと思います。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しい。ありがとうございました。お疲れ様でした。